はい、どうもパティモス協会でございます。というわけでちょっと陽気になったプレストンガービーと一緒にただいま来ておりますのは、前回言われたところ、スターライトドライブインの敵を一掃してくださいということです。これですね。はい、どういう内容やったっけ。これどうしたみたい。これかミニッツメンの偵察隊が新規居住地の候補となる場所を見つけたが、敵に占領されていた。プレストンがエリアを一掃して入植者募集用のビーコンを設置できるようにしてほしいと依頼してきたということなんで、お前も来いということで連れてきましたね。頑張れよ。おい、話してくれ。いや、いや、何を考えているんだ。何を考えているんだ。え、お互いの関係について。お互いの関係についての考えはどうだ。一週間後ぐらいにまた聞いてくれ。うん、まだ何のために動くのか理解しようとしているところだから。どういうことやね、意味がわからんな。雑もええか。今言えるのはこれだけだ。これだけだもん。いいとも。いいとも。というわけでここ行きますか。ここなんですけど、俺これ来たことあるとこなんやろな。ああ、なんか来たことあるような気がするな。そういや、向こうに敵いんのかな。もういる。あ、モールラットがいるけど、いいの頃か。じゃあ普通の鉄砲でいいか。走ってきてんなこいつ。凶悪かって言ってる。ボトルキャップ地雷。地雷はあるやん。ちょっとやめろよそういうの。めっちゃはしゃいでるやんあいつ。ちょ、もうちょい離れようか。待って、お前近くにいるやん。どこにいたん。え、どこ。めちゃめちゃ近くに寄ってきてんけど。もうどこやねん。お、すげえレーダー。ちょ、俺もそれ近くのやつ狙わして。違う、え、倒したん。すごいやん。すごいじゃん、あんた。ちょ、どっから来てんだよね、あの前。ドン。ちょっと待って。いっぱい撃たんのかな。よし。痛えな。なかなか痛えな。おい、めっちゃくでやんけ。トントン、トン。よし、えい、トントン。いけ。すげえ、アナルから出ていったわ。まだいんなお前。まだ生きてた。聞いてー、なんかわからんけど、なんかもろた。緑色になった。何これ、何もらったの俺。え、なんか喋ってる人いんやけど。え、喋ってる人じゃないかな。これラジオになると著作権引っかかんだよこのゲーム。うわー、おい、おい、死んだ。おい、大丈夫お前。地雷仕掛けてあったの。そういう、なんかそれ映ってたの、地雷。モールラットまだいるやん。いますやん。あれどこ？あっちか。ちょ、めっちゃ遠いともいるやん。このザコッチーのも倒さなあかんのかな。おい、てか、あれが、あ、ちょ、おい、なんか放射能受けてる。もうちょい近づくか。なんか放射能受けてんやけど。こっちかな。はい、ドン。よしよし、一発でした。今のは一発よね。4発狙ったところで一発しか。うわ、なんかすっげえ放射能出てんよ。放射能モールラットがいいのかな。あれ、どこ行った。もう一匹いるはずねんけど。おお、隠れてた。やばい銃持ってんな、あいつ。ウィー、アンドスをポン。気持ち悪い。お前その銃やばいな。俺もそんな銃欲しいわ。終わったんかな。終わった。なんか終わったぞ。おい、なんかやばいな。ちょ、その建物ちょっと覗くか。え、なんか鳴ってんやけど音楽が。骸骨ちょっと見てみよう。ちょ、あんま音楽鳴らされると困んやけど俺。消せ。危ねえ、もん著作権かかる。タバコ1本だけ置いてある。灰皿あるやん。気が利くねえ。え、骸骨寝てる。藁の枕、藁の枕って。汚れた水いらんな。綺麗にしてほしいな。あ、ロシア帽とかある。あ、かぶりたいな、そういうの。え、寝れんの。ちょっと待って、え、骸骨とともに寝んの。ちょっと寝てみるか、今夜やし。ちょっと12時間ほど寝てみるか。
骸骨と添い寝とかまあまあ嫌ねんけど、絶対添い寝してるし、プレストも添い寝してんのかな。じゃあこれで一緒に3人で寝たらどうしよう、起きた瞬間。いやーありえるかもしれんな。いやーなかったかそれは。でもよく寝たなお前、こんなとこでよく寝ましたね。あ、弾がある、あんたといとこ、とりあえずちょっといただくもんいただいたっぽいし、俺は何すんだよこの後。これ募集無線ビーコンを組み立て作動させる。え、これもちょっと待ってよ。え、ここなんかそのワークショップ的なやつがあんのかな。あれ建てられんの。ぬかこうぬかチェリーあったわ。え、そんなんどこにあんの。え、これ作れるようになってんの。え、無理や。え、どこに募集ビーコン建てんの。え、どこに建てたんやこれ。どこあるんかな。確かにいい拠点になりそうな場所ではあるな。あ、ここか、マーク出てる、あった、見っけた。ヘアピン使わすの。あ、じゃあ、あ、いやいや、ダメダメ、おっちゃいそうやな。あ、おっちゃう、おっちゃう、おっちゃうって。もうちょいこっちか。よし、来た、オッケー、バッチリ、素晴らしかったな。よし、これでいけんじゃね。よし、スターライトドライブインでワークショップを使えるような、これで募集ビーコン立てたいんでしょ。どれやろ募集ビーコンって、これかな。あ、これか、無線募集ビーコン。どこに立てよう、これを。え、ドンってなって、え、もう立ったの。どこ、え、どういうこと、え、どういうこと、え、これ何。あ、これも片付けか。え、俺はどうしたの、なんか作っちゃったんかな。まあいいか、どうすんの、どうすんの。え、どうしたらいいんだ俺は。ちょっとできるだけ高いとこにつけよう、なんとなく。そういうのはあの上まで行きたいな。できればあのてっぺんに立てたいね。よし、とりあえず上がる準備ができました。ここにジェネレーター作り、エレベーター作ったりました。めっちゃコストかかったけど、まあいいわ。まあというわけでね、これで上まで上がれるようになった。階段作ったろうかな思ってんけど、階段めんどくさかったんでエレベーターでいいかなということでね、いろいろ旅をしていてよかった。押すとこういう風に降りたり下が上がったりと、降りたり下がったりと、両方とも下がったな、降りたり上がったりできますんでね。まあ4階に上がりますとちょうどよくここに来れたんで、なおさらいいかなということで、というわけで念願のパワーパワーやりますか。よし、これか、置けるかな、それより置ける置けるね、置けるな。よし、ここから読んだらそれめちゃくちゃ来るやろ、高いし血が。なんかあんまし数を作らなくてもいいそうなんですけど、一応1個だけにしときましょう。3口より作りすぎたからな。あ、置けるやん、ジェネレータージェネレーター置ける。あ、ちょっともうちょっと大きい置けるかな。これはさすがにちょっとこのサイズ置けへんか、このサイズか、横張っちゃダメだな。よし、これでいいか。もうちょっと軒下の方に置き、雨風さらさないとこないかな。もうこの辺ぐらいか、機械やからな。よし、これでつなぐ、いける、いけるな。よし、できた。これでもちゃんと募集できてんのかな、見えへんね。どうね、上の方見たいな。全方いけてる、向き的にこれなんか気持ち悪いな。これもうちょっとこれ向き変えるか。オンオフはこっちにしたいとこやけど、
まあ、でもずっとオンでしょうかね。オフにすることないでしょう。あるんかな、オフにした方がいいとかあるのかな、電気の節約とか節電とかで。これでいいでしょう。よしよし、ちょっと外戻ってみよう。いい感じだったわ。1階、はい、1階に戻る。どうなった、よし、どうなった。おい、いいじゃないか、ほら見て、なんか基地っぽいな、拠点っぽいわ。プレストンガービー、めっちゃ走ってくるやん、お前。やったで。おい、おい、今度はなんだ。なんだ、救助を求める居住地があれば、知らせよ。ひとまず、困ってる人がいたら手を差し伸べてほしい、うん。それこそが俺たちの大義だ。え、もう OK、OK なんじゃない。え、終わり、あ、終わった、よし、スターライトドライブイン、終わりました。やったー。いいね、ちょっとミッション楽しいわ。というわけで、まあちょっとこのジェネレーターこういうとこ置いてんのもあんまり嫌なんですけど、何かしらちょっと新しいここのところなりました。あとでここね、近づくとすんげえ放射能なの。これなんでやろ、この放射能除去する方法とかあんのかな。あそこ水場になってくれへんかな、もしかしたら。まあ分からんけど、よしよし、とりあえずいい感じにできましたので、今回はこの辺にしたいと思います。次回また冒険しようかな。というわけで、パテモス協会でございました。エレベーター作ったったな、要塞化できるな、これしよう思ったらな。はい。